こんにちは、タチヤニです。いつものキャンピングカータチヤニチのトムさんの前からお届けしております。10ミリという長さのステムをテストしていたダウンヒルバイクのコナオペレーター CR なんですけども、一度40ミリステムに戻してみることにしました。10ミリステムだとどうしても前輪の接地感を信用することができなくて、もし40ミリステムの方が明らかに安心して走れるんであれば戻す必要があるなと考えたからです。来週にはダウンヒルシリーズというレースがここ富士見パノラママウンテンバイクコースで行われます。そろそろセッティングを決めなければいけません。もちろん将来の目標は世界一ですけど、まずは目の前のレースをしっかり戦えるためのバイクを仕上げていくタチヤニの挑戦、最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは今回も最後までよろしくお願いいたします。朝ごはん、ベーコントーストとクラムチャウダーのスープです。こういうのが美味しくなったね。寒いよ今日、16度ぐらい。お、あったか、美味しい。タチヤニ撮ってるよ。おい、あんまりハゲが映らないようにしてください。それは無理だな。ゴンドラが加速しましたね。ちょっと速くなりましたね。あーやばいそれはやばい。いい天気だな。ちょうどいいぐらいかな。これ以上晴れるとやばいかな。ブラックイレブン。さあハンドルの高さをちょっと上げてきました。あー距離的にはこうだね。よっほー、よっほー。ちょっとハンドリング変わったな。さあ切り返してきちゃう。本当の安心感が全然違う。前来ちゃうな。もうちょい後ろにいたい感じだけど。ブルーのセブン。さあブルーの6。やっぱりグリップ感はいいね。うわ全然違うね。やっぱでもハンドルは遠いよ。もうそれを言うとね、それを言うと遠いです。でもしょうがないよね。最近気づいたんだけど、リバウンドを絞りすぎるとバイクが前に出ないから曲がんない。ほら車で言うさ、車ってコーナー入ってったらブーンってこうパーシャルから踏んでいくじゃん。
あれがこいつの場合、こいつも、まあ、こいつもそうなんだけど、結局リバウンドだから、それがないと、それさっきみたいにつんのめっちゃって前に乗っちゃうっていう可能性はあるなって最近思うようになった。乗れるのが3つなんですよ、ここが短いのが。スコットとフェニックスと GT なんですよね。もう40ミリで行くか40ミリを諦めるかみたいな感じですね。ハンドル上げればもうちょっとマシかもって感じですね。まあしょうがないな。先々週のあのパンパンってのやっぱね。でもフロントタイヤはこっちの方がやっぱり自信持っていける。まあ、この高さがこの角度なんだよな。このヘッドアングルのまま10ミリにしてみるかじゃあ。全然ダメだわ。怖くて乗れない。もうこのステムはなしだな。さあそれじゃあブラックイレブン30ミリステムリアセンター440です。ネガティブではないです。いいねまではいかないですけど、ドンピシャじゃないって感じ。うん、やっぱり当たるな。こう後ろ浮かせないとダメなんですよ。さあそれじゃあ切り返しセクション。わあ、なんか違うな。違う。リアセンターが分かんないしね。ていうかハンドルが低い。さあブルーのセブン。切り返しのタイミングが全く合わないな。さあブルーの6。まあこの30ミリもありっぽい手応えですね。昼ごはん、レストランオリオンからまた何だっけ、牛肉丼をテイクアウトしてきましたよ。これ結構美味しいっす。で、お、今日もかイチゴがついてます。さあブラックイレブン。ちょっと後ろに落ちるか。はい、ちょっとリアが入ります。あ、また。オッケーです。あ、バランスしたな。あ、リア踏ん張り出しましたね。いいんじゃない。ダメ？あ、良さそうですね。
さあ、ブルーのセブン。おお、だいぶいいな。わあ、ちょっとラインがずれるけど、まあでもまあバランスしてますね。ブルーの6。真ん中に入れないんだよな、まだ。ちょっと膨らむ。もうちょい曲がってほしい。うわ、フォークを立てる。入れる。だいぶいいんですけどね、うん、まだね、フロントが外に残るんですよね。残る、フロントが残る。飛び、ちょっとこう、あーって飛び出しそうになる。切れない、うん、もうちょい入るようにした方がいいのかな。あ、そうね。コンプルティ。よし、さあ、ブラック12。あー、止まるな。あー、いい感じだな。ここが良くてもあんまりしょうがないんだけど、でもいい感じだな。気持ちいいな。リバウンド、リアのリバウンド、戻しか。それで止まるんだな。リアのリバウンドがちょい効きすぎてるかも。あー、前詰まない、うん、詰まってる感じ。一個でいいか。悪くはないです。まだフロントが完全信用ではないけど、相当いいです。完全に手の位置はここですね。これでセット出してみます。もうさあ、それじゃあブラック13。あー、全然いいな、やっぱり。さて、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を見ていただいたあなたはきっともっとバイクを速く走らせたいって思っている仲間だと思います。
これからもタチヤニがバイクを速く走らせるために取り組んでいる様々なことを動画にして公開していきますので、ぜひチャンネル登録をして一緒にバイクをもっと速く走らせられるようになりましょう。そしてこちらが今までの動画です。いつも温かいコメントとか高評価ボタンとかいただいて大変励みになっております。ありがとうございます。またお目にかかりましょう。タチヤニでした。バイバーイ。